はい、というわけで今日はですね、大人のガチャにやってまいりました。ミートーキョーさんの地下1階にある、見てこれ3000円ガチャです。3000円を出せば何かのガチャガチャが取れるということだよね。そうです。ただただこの中に入ってるかもなんで、うん、なるほど。だから絶対こいつらが当たるわけじゃないですよ。当たるわけじゃないんだね。違うやつが当たるかもしれないし、運が良ければこれの何かが当たるってことだよね、はい。うわ、もうこれ運じゃない。でも3000円、1000円、2000円と、何か欲しいかだよね。3パターンあるんですよ。あ、2000円は結構ゲーム系もありますね。そうそう、カードゲームとか。でもスイッチありますね。スイッチあるね、これ熱いっすよね、うん、あれ当たったら。こっちはガンダム、ここは1000円だからちょっと安いんですかね。あ、なるほどね、キャップとかね、うん、これ3000円。あ、でも当たってる人いるってことっすよ。だってあの鍵刺さってるじゃん。本当だ、マジだ、結構いるよ。本当だ、3000円可能性高い。何、どうしよう。あ、見てこれ、2万円分の旅行券。いいじゃないですか。これもいいね、東京人に リゾートにも行けるか言えてない。うわ、迷う。でも相棒は1000円かな。ええ3000円いっちゃう。もちろんどれ行ってもらってもいいですし。じゃあよし、じゃあまず1000円からみたいなのでもいいですし。そうですね。じゃあまずちょっと1000円からやってみます。 OK です。え、1000円を入れるの結構勇気いりますよね。え、結構勇気いるじゃん。どこだ、これだ。うわー、すごいな。では持ってるかどうかですからね。お願いします。はい、うわ、黒い。黒いや、何、黒は外れやろ。え、そうなの。いや、わかんないですけど黒はなんか金色とかに出てくるでしょ。なんでしょう、なんでしょう。え、もう開けていいんですか。はい。え、でもなんかパシャパシャ言ってるよ。鍵ちゃいます。え、鍵だって番号やったら鍵が当たって。わかんない。お、いや、もうちゃう、もうちゃうわ、絶対ちゃう、絶対ちゃう。なんか違う。何、何、誰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 の何、誰、誰、誰の何、誰、誰、これ外れでしょうね。当たり、せーや、返して、私のせーや、返して。当たりではない。これ1000円になった、これが。これですよ、でもこれ1000円する。メルカリで売ったら1000円。これメルカリで1,500円で売ろうかな。これ何、ダメなの。まあでも宝くじみたいなもんですからね。なるほどね、これもないんだ。ってなってくるとやっぱ1000円で今これだったとしたら、はい、マジで嬉しくないわけ、うん、本当に。これはマジで嬉しくない。3000円でこれの可能性もあるんすよ。いや、それは本当にもうただただひたすら悲しい。いや、やるんだったらやっぱ3000円じゃないですか。いきますか。やっぱね、こういうの持ってますもんね、普通芸能人の方って。持ってるところ見たいわ。持ってなかったらもう芸能人をやめた方がいいと思う、うん、運だから。持ってるとこ見たいわ。私も見たい、うん、この動画がマジでボツにならないことを願う。このままいったらボツの可能性出てきてるから。入っちゃったよ。やっぱカゴアイすげーって言いたいですもん。言いたい、言いたい、うん、ちなみにヒカキンさんはなんかこういうので1万円バージョンみたいなやつで一番最後に当ててました。当てるわーって思いました。変な、分かんないよ。お願いします。欲しいです。お、ピンク来てる。あ、しかもガチャガチャ。え、これある。これさっきと違う。おあるね、さっきと違う。え、嘘だ。いや、嘘だ。嘘だよ。いや、ちょ、当てちゃったら本当すごくない。これマジかっこいいっすよ。いや、弱くない。いや、持ってるよね、絶対。なんか鍵っぽいもん。お、マジ。嘘だ。ちょっと待って、そんなんだ。ありえない、ありえない。ちょっと待って、ありえない。ちょっと待って、嘘嘘、やってんな。だとしたら本当に今大声で言いたい。嘘、マジやばい。ちょっと見せてもらっていいですか。鍵、うん、やばやっぱ、すごっ、ね、すごっ、怖い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 
や、絶対ないって。すごい、確かに出ない。出ないって書いてるじゃん。ラララララ何番かですよ。何番ですか。ちょっと待って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 。嘘。ねえ、私やっぱ持ってんじゃん。いや、そんなことないよ。いいですか、はい、カゴが当たったのはこちらの49番です。え、肉肉のちょっと待って、え、嘘嘘でしょ。すげえやばい、マジですげえ。ちょっと怖い、これ調べ出したもんね。うん、本当にないから。そう、え、怖っ。ちょっと待って、すごっ。 怖っ。え、怖いんだけど。もはや怖い。お客さんに同等じゃない。いや、だって1の1だから勝ちっすよ。え、マジで、言ったんだけど。マジで嬉しいんだけど。すごい、持ってんな、か怖い。持ってんね、これ。え、いいんですか。はい、当たったんでね。マジか、肉醸だって。え、マジか。カタログギフトっすね。そうだよね、だからこれで住所書いて、これが欲しいですってやれば、送られてくるってこと。はい、あの、カキさんのままで大丈夫です。え、マジで、マジで仕込んでないよね。仕込んでない、仕込んでない。え、死ぬ。え、怖っ。え、待って、怖いんだけど。じゃ、私多分今年の運、ここで使い果たした気がする。ここでこれね、この3000円ガチャ。え、誰か、すごすごくないですか。というわけで、私の3000円ガチャ、まさかの当てました。だってこれが仕組みじゃないってことが分かるかも。じゃあ次3000円当てやれば、やってみる。じゃあ僕やりましょうか。うん、やってみよう。チャンネル。ピンク。いや、もうちょっと待って。なんか色が強そう。こっち開けて。ただね。あ、ただ。そうなんだよ。ちょっとごめんなさい。もうごめんって言っちゃったけど。気づいた。あの、鍵の時はすぐ開くようになってたの。テープも貼ってなかった。そう。だし、カチャカチャって落としたし。待って。あ、もう。音もせえし、ちょっと待ってください。何も入ってないと思う。なんかね、多分鍵じゃない。うん、鍵でもないし。これ何？これで勝負でしたね。使い方もわからない。何？でもよかったじゃん、今日の。確かに。今日のギャラか。今日のギャラだよ。今日のお仕事頑張ったしょ。待って、すごい。ガチでやばくない。わ、俺金色でテンション上がったのにな。わかる、これ強そうなの。絶対ピンク外れないよ。え、だからあのミートーキョーに来られて49番なくなったな。これカゴってもうシール貼っといていいぐらいだよね。カゴが取りました。カゴの聖地。いや、マジか、すごい当たんねえ。俺当たらんと思ってたのに。これじゃあちょっと、え、これはこれでもういいのか。もらえるってこと。もらえます。誰にも言わなくていいってこと。誰にも言わなくていい。マジか。UFO キャッチャーと一緒っすよ。ちょっと言いたい、店員さんに。当たったんですって言いたい。怖っ。すごくない。よかったっすね。いや、とりあえずじゃあもうちょっと何個かやらせるつもりやったの。この届いたお肉で、カゴちゃん日常の方で撮るわ。なんで日常で撮るんすか。チャンネルで撮るよ。なんで食わせろよ、俺にも。カゴちゃんの日常の方。なんで日常。カゴちゃんの日常でこれで、食わせろよ。作ろう、ステーキを。チャンネル登録お願いね。カコチャンネル。